はい、皆さんこんにちは、ゴルフタットです。王者冒険謎と疑問完結編いってみましょう。はい、この動画ではですね、ウェッジ100本持っているゴルフタットが冒険の解説をするのですが、今回パート2ということで、皆さんがですね、冒険を使うべき理由がわかると。で、冒険ユーザーの方はですね、ますます冒険が好きになり、冒険をまだ使ったことがない人もですね、冒険をどうしても使いたくなってしまうという、そういう恐るべき動画になっていますので、ご注意ください。はい、それでは早速ですね、疑問の続きです。なぜ冒険の量販モデルには、ベロがないのかっていうことなんですけど、このベロって何ですかっていうことなんですけど、ベロっていうのはですね、このここのことですね、リーディングエッジ側の、この削り、面取り、フラットなところを作るんですけど、ここですね、これがベロです。で、日本のウェッジとかですね、日本のメーカーはこういうふうに削る場合が多いですね。はい、これテーラーメイドのミルドグラインドなんですけど、ミルドグラインドのタイガーグラインドです。タイガーはですね、この必ずこのここにベロを切りますね。ということで、でまあ、こういうふうに削ると何がいいかっていうとですね、リーディング側、リーディングエッジ側からこう入れてった時に引っかからないと。いうことで、フルスイングはあんまり関係ないんですけど、特にですね、あのチップショットとか短いショットの時に効果があります。いろいろな打ち方をですね、一本のクラブで、駆使するゴルファーには、効果があるグラインドです。はい、ところでですね、これテーラーメイドのミルドグラインドなんですけど、これはですね、NC マシン、コンピューター制御の工作機でですね、これ一本一本削ってるんですね。でですね、このなんでこんなめんどくさいことをしてるかという、話をちょっとしますとですね、昔ですね、アニカ・ソネンスタムとタイガーが、ショートゲームの練習をしたことがあるんですね。で、その時にですね、タイガーはですね、60度のウェッジで、全部のショットを打ってたんですけど、アニカはですね、まあ、いろんなクラブを使って打っていた。でですね、まあ、短いショットの練習になっても、タイガーが60度1本でやるんで、アニカもですね、ちょっと試しにそれをやってみた。そしたらですね、この短いチップショットがですね、うまく打てないと。で、まあ、それを見たタイガーがですね、姉さんちょっと俺のウェッジで打ってみなよと。いうことで、タイガーのウェッジで打つとですね、アニカがですね、うまく打てて、タイガーなんであんたのクラブで打つと、うまく打てるのよ。と聞いたらですね、まあ、タイガーはここの部分を指さしてですね、姉さんこれだよ。サンドウェッジはここを削るとチップショットの時もリーディングエッジが引っかからないんだよということをアニカに教えたわけです。で、その時アニカはですね、クリーブランド使ってたんですけど、まあ、タイガーのやつだとうまく打てたと。ということでですね、まあ、それをですね、まあ、えらく感心したアニカはですね、まあ、そのクラブが気に入っちゃってですね、じゃあタイガーこれ私もらうから来てですね、そのタイガーのウェッジ持ってですね、もう帰っちゃった。で、タイガーはですね、姉さん、それはないっすよ、勘弁してくださいよって言ったんですけど、まあ、アニカが持っていっちゃったんで、しょうがなくてですね、まあ、テーラーメイドに頼み込んでですね、もうちょっと前と同じやつすぐ作ってよって頼み込んだんですけど、まあ、テーラーメイドもですね、まあ、これ非常に苦労して再現しましてですね、もうこんなこと、もうたびたび言われちゃ困るなっていうことでですね、そうだ、これコンピューターにデータを入れといて、削り出して作りゃいいんだということでですね、このミルドグラインドができたと。という話です。で、今の話ですね。まあ、ちょっと後半は私が作ったんですけど、アニカがですね、このタイガーのウェッジ持ってちゃったという話は本当です。で、それはですね、この、ここの効果。このベロの効果だったわけですね。はい。ところでですね、話は冒険に戻りましてですね、冒険にはベロがないっていう話なんですけど、これ各種のグラインドなんですけど、ベロがないですね。まあ、リーディングエッジは丸く削るっていうのはするんですけど、ベロがない。これ日本モデルなんですけど、まあ、日本モデルは実はね、こう微妙にあるんですけど、まあ、基本ベロはないです。で、実はですね、クリーブランドもないです。あモデルがね。RTX ですけど。で、スマートソールはですね、こう実はこう、ちょっとあるんですけど、まあ、これはまあ、チッパーみたいなもんですからね。はい、それで疑問に戻ります。でですね、量販モデルにはなぜベロがないのかということなんですけど、答えはこちらです。表千家だからです。
で、ですね、まあ、ウェッジにはですね、裏線形と表線形があるんですけど、まあ、これ何かっていうとですね、まず表線形っていうのはですね、正統派の使い方です。ウェッジ本来の使い方です。まあ、このバンスは友達ってやつですね。まあ、最近ですね、まあ、ここ10年ぐらい盛んに、言われている打ち方なんですけど、シャフトを地面に直角に使うと、バンスが生きてくるじゃないですか。まあ、こういうですね、ウェッジ本来の使い方。まあ、クラブデザイナーで言うとですね、ロジャー・クリーブランドも、我らが冒険さんもですね、まあ、必ずこういう打ち方を指導しますね。まあ、これがですね、表線形、ウェッジ本来の使い方を良しとするという流派。で、裏線形っていうのがですね、まあ、こっちはですね、まあ、何でもありと、まあ、あらゆる打ち方を駆使するという流派で、当然ですね、このリーディングエッジから入れる打ち方も使うと。で、まあ、代表的な、選手はタイガーなんですけど、まあ、ジャンボみたいにですね、まあ、ちょっとハンドファーストで、スクエアに引きずるような打ち方をする人も、まあ、こっちの流派でね。で、冒険さんはですね、表線形なんで、バンスをちゃんと使いなさいよという流派なので、ベロがないと。というところなんですよ。はい、ということでですね、量産モデルは、正統派の使い方を想定しているのでベロがないと。これが答えです。ただしですね、冒険さんがですね、このベロを削れないとか、ベロの効果を知らないということではなくてですね、これジャスティン・トーマスのセットなんですけど、ジャスティン・トーマスはですね、60度で全部やる人なんですけど、これベロを切ってありますね。ここですね。ということでですね、まあ、冒険さんはですね、選手に合わせて、その人の打ち方に合わせて削るので、人によってはですね、こういう削り方もすると。いうことなんですが、まあ、量産モデルにはないという話でした。はい、次ですね、ボブ・ボーケーとは何者かという話ですが、答えはこちら。はい、ゴルフ史上最高のですね、クラフトマンですね。まあ、ボーケーさんはですね、クラフトマンで、デザイナーではないです。はい、まずボーケーさんはですね、1939年にカナダで生まれました。お父さんはですね、金型と精密機械の職人さんです。で、結構上手なゴルファーでもありました。まあ、冒険さんはですね、この子供の頃はですね、まあ、夏休みはいつもお父さんの隣について、金属を削ったり、いろいろなものを作ったりしていたということで、お父さんはですね、まあ、ゴルフも好きだったので、ゴルフクラブもですね、自分で作ったりしていた。で、25歳の時にですね、故郷のモントリオールからカリフォルニアのカールスパッドに、移住します。で、この時にですね、まあ、一時期プロを目指すんですが、諦めてですね、1976年にボブのカスタムゴルフショップという、工房を開きます。でですね、まあ、リーとレビノとかですね、まあ、一部の、プロには、知れ渡るようなですね、まあ、腕のいい職人さんがいるぞとですが、で、その時にですね、ゲイリー・アダムスという人からですね、声をかけられて、今度金属でクラブを作るんだけど、ちょっと一緒にやってくれないかということでですね、声をかけられて、会社を立ち上げます。これがですね、1985年ぐらいなんですけどのですね、テーラーメイド、これですね。ですからね、メタルウッドっていうのはですね、実はね、冒険さんが作ったんですよ。まあ、これはですね、皆さんご存知の通り非常に成功したのですが、ちょっとですね、お家騒動みたいなやつがありましてですね、まあ、名古屋で言うとですね、カニ道楽、カニ本家みたいな、大阪で言うとですね、王将と餃子の王将みたいなですね、まあ、そのお家騒動がありまして、1991年に、ボーケさんはテーラーメイドを辞めます。そして、ゲイリー・アダムスと一緒にですね、今度はファウンダーズという会社を作ります。で、まあ、このファウンダーズっていう、まあ、創始者っていう名前からしてですね、まあ、このテーラーメイドに当てつけてますね。はい、これがですね、まあ、ファウンダーズのクラブで、これはジャッジですね。これ私も使ってましたけど。まあ、なかなかいい製品を作ったんですけど、まあ、これも3、4年で立ち消えになりましてですね、まあ、冒険さんはですね、まあ、この時のお家騒動とか、まあ、会社の経営の難しさとかですね、まあ、ちょっと嫌気がさしてですね、モチベーション下がっちゃったんですけど、ただゴルフクラブに対する情熱は消えずにですね、
もっとゴルファー一人一人に向き合ったクラブ作りがしたいなという、気持ちで過ごしていました。そんな時にですね、1996年に、タイタリストから声がかかります。でタイタリストはこの時にですね、チタンドライバーを開発していて、開発していたんですけど、最後ですね、ちょっとプロダクトとしてまとめ上げる人がいなかったので、ボーケさんに声がかかったと。でボーケさんはですね、渡りに船ということでタイタリストに入社しまして、でこの時に完成させたクラブが実はこれです。このタイガーも使った名機ですね、名機975ですね。これもですね、実はね、ボーケさんが作ったクラブなんですよ。ということでですね、もう意外とですね、ウェッジのですね、最初からウェッジやってたわけじゃないんでね。まあ、この頃はですね、ウェッジといえばクリーブランドがですね大人気で、まあ、ほとんどプロは全員がクリーブランドを使ってたんですけど、タイタリストもですね、ウェッジのツアーサービスを始めたいと。じゃあウェッジ誰がやろうかねっていう。でその時にですね、まあ、みんなで会議したんですけど、まあ、ボーケさんが手を挙げてね、俺がやってやるよと。でみんながですね、ボーケさんウェッジできるのって聞いたんですけど、いや俺ウェッジ好きだからやってみるよということで、じゃあですね、じゃあもうボーケさんに決まりだということでですね、その時のこの、スティーブ・ペルセックとかですね、いろんなメンバーが言ったわけなんですけど、この人今のタイタリストの社長ですね、じゃあボーケさん頼むよということで、決まりました。でウェッジプログラムを始めたボーケさんがですね、一番最初にやったのがですね、とにかくいろいろな形のウェッジを作って、練習場に行ってプロに打たせるというのを最初はやりました。で、プロの意見を聞いてですね、メモを取って、そして形をいろいろ削ったり新しい形を作ったりして、プロに打ってもらうというのをですね、ずっと続けました。でひたすらですね、プロの言うことを聞いて、ウェッジの形を作るということをやってですね、一番最初にですね、ボーケさんのウェッジを使ったのはアンディ・ビーンって言われてるんですけど、このモデルなんですけど、ここからですね、ボーケの神話が始まるわけですね。はい、そうしてるうちにですね、ボーケさんがですね、いつもツアー会場の、ウェッジの練習場にいて、で、いろんなプロにですね、アドバイスをしたり、ソールを削ってあげたり、ウェッジのフィッティングをしたりということを続けていました。で、ある時ですね、精悍な面構えのですね、体格のいいブロンドの男が来てですね、ボーケさん、俺、ショートゲームが苦手なんだけど、ウェッジ苦手なんだけど、なんとかしてほしいんですけど、ということで相談に来ました。じゃあ、あんた、アイアン打ってみろよ、ということで、今はですね、誰も使ってないドライビングアイアンっていうのをですね、その男が打つとですね、もう他のプロよりも飛んでしまう。あんたすごいパワーだね。ちなみにドライバーはどれぐらい飛ぶんだと聞いたらですね、いや、必要なだけどれだけでも飛ばせます。で、どれだけでもっていうことはないだろう。ちょっと試しに思い切り打ってみろと。で、思い切り打たせたらですね、当時パーシモンなんですけど、パーシモンで350ヤードもいっちゃう。あんたすごいパワーだな。じゃあウェッジを打ってみろと。いうことで、ウェッジを打たせるとですね、この上からですね、すごい角度でこう、打ち込んで打ってしまうと。ということで、それを見たボーケさんはですね、ああ、この人が、この選手がウェッジが苦手な理由はこれだなと。ということで、ボーケさんはですね、アメリカではいろんなコンディションでウェッジを使えなければいけない。で、あんたはもっと柔らかいボールも打てるようにならなければいけないと。で、そのためには、シャフトを地面と垂直に使って、バンスが出るように、バンスが生きるようにウェッジを使わなければいけない。バンスは友達だ。ということでですね、この選手に向かってクラブをフィッティングしてソールも削ってあげて、その結果ですね、この選手はですね、もうメキメキショートゲームが上達して世界ランキングナンバーワンになり、全英オープンも勝ちました。これがですね、若かりし頃のグレッグ・ノーマンですね。で、またある時ですね、可愛らしい、少女がボーケさんのところに来てですね、ウェッジのソールを削ってくださいと。で、ボーケさんはですね、この初めて、この選手を見たときにですね、あんた NCAA の学生かいって聞いたわけなんですよ。それぐらいですね、若くて、可愛い女の子だったわけなんですけど、いやいや私は、こう見えてもプロですと。
アメリカに来たばっかりなんですと。じゃああんたちょっとアイアン打ってみなさいということで、ボーケさんの前でアイアンを打つとですね、ここ女子とは思えないようなアイアンのキレ、7番アイアンでもですねバックスピンで戻っちゃうと。あんた凄まじい足腰のキレだね、一体どこで鍛えたんだいと、その少女に聞くとですね、いや私はあの牧場の娘でカントリーガールなんですよ。では今度はウェッジを打ってみなさいということで、ウェッジを打たせるとですね、ボールに対してすごく急角度でこう打ち込んでしまう。お嬢さんなんでこんな打ち方をするんだいとボーケさんが聞くとですね、その選手はですね、私の故郷では地面が乾いて硬いのでこういう打ち方をしないとソールが跳ねてしまうんです、だからウェッジのソールを削ってほしいんですというふうに言いました。そうかい、あんたはどこ出身なんだい。私はオーストラリアから来ましたと。またオーストラリアかいということでですね、ボーケさんはですね、あの例のソールを使う柔らかいボールの打ち方を教えてですね、クラブも削ってあげて、そしてこの選手は全米女子オープンに勝ち世界ナンバーワンになりました。これがですね若かりし頃のカーリーウェーブですね。はい、そういう感じでですね、目の前の選手に、目の前のプロ一人一人に向き合って、その人に対して、ウェッジプレーが良くなるようにクラブを削り続けるということをボーケさんは続けていきました。そんな活動を何年も続けてですね、ボーケイズムというのがですね培われます。それはですね、ツアーの会場が最高の RD の設備と、研究室ではなくてですね、プロの試合の現場が最高の研究開発設備だ、そしてですね、目の前のゴルファーに向き合ってですね、その人のプレーが良くなるように考えて、クラブをフィッティングする、ソールを削るというですね、ボーケイズムが確立されていったわけです。ある時ですね、ボーケさんが役員室に呼ばれます。で、何かなと思っていくとですね、タイタリストの重役が集まってですね、ボーケさんに向かってですね、ボーケさん実は我が社としてウェッジプログラムを拡充することにしましたと、メタルウッドのお家騒動でですね、もう会社の経営はコリゴリという感じだったので、拡充、プログラムを拡充されると言ってもですね、あんまり乗り気じゃなかったわけですね。そこでですね、役員の人たちはボーケさんに向かって言いました。いや、ボーケさん、今やですね、ボーケウェッジはあなた一人のもんじゃないんですよ、後ろを振り返ってみてくださいよと。一体何人のプロがあなたのウェッジを待ってると思うんですか。思い返してみるとですね、そう言われてみれば俺はほとんどのプロに、ウェッジを削ったなと。ツアー版もなんか大きくなって人も増えてるし、自分一人じゃ当然できないので、随分何人かのスタッフにクラブの削り方を教えたな。弟子といえば弟子だな、あいつらは。そしてウェッジの売り上げもこんだけあるんですよ。で、お、そんなに売れてんのかい。俺の昔の会社より大きいじゃん。ボーケさん、プログラムに拡充な資源は何でも提供します。ツアーサポートの人数も増やします。生産設備も拡大します。広報費も倍増します。我々でウェッジも世界一を目指しましょうと。とそう言われたんですけど、ボーケさんはですね、例のあのお家騒動で会社の経営とかも懲りているんで、あまり乗り気じゃなかったと。ということでですね、俺ももう年だし、そんな出世したいわけでもないから、こんな大きい組織を運営するのは厳しいな。と答えるとですね、いやいや、ボーケさん、このポジションのために、社内社外の精鋭の50人が手を挙げてるんです。プログラムを運営する人材が欲しかったら、この中から選んでください。もう人材も選び放題です。さあどうですか、ボーケさん。と言われてですね、もうもはや断りにくい雰囲気。ということでボーケさんは考えてですね、これはあの男を呼ぶしかないなと。ということで、ボーケさんは答えました。わかりました、引き受けましょう。ただし条件が一つある。それは何ですか。そこでボーケさんはですね、携帯を取り出してある男に電話をします。はい、アーロン・ディルとは何者なのかということなんですけど、アーロン・ディルはですね、ボーケイズムの継承者です。で、今やというかですね、ここ5、6年なんですけど、ボーケ事業の代表者、ミスター・ボーケはですね、
実はこのアーロン・ディルという人です。まあ、この人なんですけど、この人はどういう人かというとですね、アーロン・ディルはですね2005年にタイタリストに入りました。で、この当時ですね、タイタリストはですね、ツアーサービスですね、あのツアー版ってやつですね、まあ、ツアーの各会場に出かけていってですね、まあ、選手のクラブをサポートするという事業を拡充しようとしていました。まあ、地元のカリフォルニアでですね、サンディエゴゴルフアカデミーっていうところにですね、これこれこういう人材が欲しいんだよということで、タイタリストが求人に行ったところ、アーロン・ディルっていう、まあ、ちょっと若いんだけど元気なやつがいるから、こいつはどうだということで推薦されて、2005年にタイタリストに入っています。で、この時からですね、アーロン・ディルの、タイタリストでの仕事が始まって、でこの時ですね、相方だったのがですねグレン・モーラーですね。でグレン・モーラーはですねタイタリストの、シニアフィッティングスペシャリストで、クラブのフィッティングをずっとやってきた人なので、まあ、この人とですね、アーロン・ディルでツアーの、クラブサポートというのを、始めていたと。で、まあ、そうしているうちにですね、アーロン・ディルのですね働きっぷりがですね評判になってきまして、アーロン・イズ・エブリバーと、アーロン・ディルはですね、とにかく仕事熱心と、問題のあるところにはですねもうどこでも必ずアーロン・ディルがいると。そしてですね、アーロン・ディルはですねその問題が解決するまで必ず粘り強く取り組む、みんなと協力して必ずやり遂げるということでですね、徐々に周りの信頼を勝ち得ていきます。まあ、どこにでも顔を突っ込んでくるんで、まあ今ではですねこのゴルフ用品界の名物男となっています。で、ボーケーさんがですねアーロン・ディルを初めて見たのもツアーの会場だったんですけど、なんか最近ずっと走り回ってるやつがいるけどあいつは何なんだということで聞いてみるとですね、いやあいつはアーロン・ディルってやつで、なかなか頑張って仕事してるんですよということでですね、ボーケーさんの耳にも入ります。で、ある時アーロン・ディルがですね、アーロン実はタイタリストにはボーケーさんっていうすごいクラフトマンがいるんだ、この人の仕事ぶりをちょっと見てこいということでですね、アーロン・ディルはですねこのショートゲームの練習場に行ってボーケーさんに会うわけですね。で、そうするとですね、会うプロみんながですねアーロン・ディルから見るとですねもう輝くようなトッププロの全員がですねボーケーさんに向かってですねこう挨拶していくという。で、ボーケーさんのアドバイスを聞いて、クラブの調整とかをしてもらうと、さらにアーロン・ディルがですね、ボーケーさんの仕事を見るとですねプロの選手のと話をしてですねちょこっと変えるだけでプロの選手のプレーが激変して、そのプロはですね、すごい満足げな顔をして、ボーケーさんに削ってもらったクラブを持って帰っていくと、ボーケーさんの魔法のような仕事にですねアーロン・ディルはですね、強い感銘を受けてですね、俺はこの人と絶対一緒に仕事がしたいと、この人の弟子になりたいというふうに思うようになりました。で、それからアーロン・ディルはですね、自分の仕事が終わるとですね、いつもボーケーさんの隣に来てですね、ずっと仕事ぶりを見てると。で、ボーケーさんもですね、アーロン・ディルのですね、仕事っぷり、人となりというのを聞いていてですね、自分のチームに入りたいということも聞くのですが、その時ですね、タイタリストとして、会社として力を入れていたのはですね、他のクラブサポートの方なんだったんですね。で、ボーケーさんは人を見る目もあったので、この男は自分と一緒にコツコツウェッジを削るよりも、クラブ全体を見ていた方がいいだろうということでですね、あえてですね、アーロン・ディルを自分のチームに入れなかったんですね。そうしてる間にもですね、アーロン・ディルはですね、ツアーサービスの中でどんどんと評価を上げていってですね、タイタリストのクラブ自体もプロの間で評価がうなぎ上りと。で、もはやですね、シェアナンバーワンというところまで持っていきます。しかしその間もですね、アーロン・ディルはですね、常にですね、ボーケーさんの仕事を見に来てですね、もうストーカーのようにですね、ボーケーさんを見学していると。で、ボーケーさん、俺もこのチームに入れてくださいよということですね、いつもいつも言うわけですね。はい、そしてですね、タイタリストのですね、ツアーサービスがですね、一定の評価を得て、いよいよですね、ウェッジを拡充させようという段階に来ました。はい、そして話はですね、先ほどの役員室に戻ります。この時にですね、ボーケーさんが
電話した相手、これがですね、そのアーロン・ディル、その人だったわけですね。でこの時ですね、ボーケーさんが言った、まあ、これはあのタイタリストのサイトにも書いてありますけど、言った言葉はですね、二言。We are ready, are you? ということで、やっと俺たちのチーム、ウェッジチームが準備ができたと。お前はどうだということでですね、まあ、これを聞いたアーロン・ディルはですね、まあ、喜んでですね、このチームに加わったということはですね、まあ、言うまでもありません。ボーケーさんの技量とプロからの評価、そしてタイタリストの新たな資源の投入、そして何よりもですね、このアーロン・ディルの参画によってですね、今やボーケーは世界一のウェッジプログラムになりました。ということでですね、アーロン・ディルというのはですね、ボーケーさんが最も信頼し、ボーケーイズムを誰より理解し実践する男です。はい、次疑問9。あなたはなぜボーケーを使うべきかと。とあなたが使うウェッジはボーケーでなければいけないんですけど、まあ、それはなぜということですが、答えはこちら、3つ理由があります。まず1つ目がですね、これです。アーロン・ディルの手掛けたプロダクトだからです。ボーケーさんがですね認めた、ボーケーの後継者アーロン・ディルの手掛けたプロダクトなので、もうこれはもう間違いがありません。アーロン・ディル、この人ですね。それでですね、まあ、このところですね、まあ、ボーケーさんも、まあ、ちょっとかなり高齢になったこともありまして、タイタリストのウェッジのですね、まあ、インタビューっていうんですかね、まあ、プレス対応もほとんどあのアーロン・ディル、この人がやってるんですけど、まあ、その時はですね、なんだボーケーさんじゃないのというふうにですね、思わずにですね、お、アーロン・ディルが出てきたなということでですね、まあ、認知していただきたいですね。はい、次の理由がですね、これはですね、ゴルフタット的にはですね、588に近いからです。で、これ588って何かっていうとですね、まあ、これなんですけど、クリーブランドのツアーアクション588です。で、これがですね、史上最高のサンドウェッジです。で、ロジャー・クリーブランド自身も言っていますけど、現在市場にあるウェッジはほとんどがこれのコピーです。で、これのコピーでないのは、ピンとかですね、一部のクラブと、あと、まあ、ゼクシオのセットもののウェッジとか、あと、まあ、デルンダみたいな、あの、面白クラブとか、そういうものだけ。で、プロラインの、いわゆる単品ウェッジというのは、ほとんど588のコピーか、派生です。で、588はね、私は10本ぐらい持ってたんですけど、2本ぐらいはね、こう人にあげてしまいましたね。まあ、やる気のある人で、まあ、ゴルフ始めたばっかりの人が、どういうサンドウェッジ使ったらいいかというとですね、まあ、これ一択ですね。そういう人にはですね、これを挙げていました。サンドウェッジはですね、この形で、もうすでに完成しています。バイオリンのストラディバリウスと同じ。ゴルフのサンドウェッジは1988年に完成している。それがですね、クリーブランドの588です。この動画の前半でですね、ボーケーさんは、クラフトマンでデザイナーでないと言いました。で、588を作ったのは、ロジャー・クリーブランド。で、ボーケーさんは、この形を元にして、クラブを削っているだけです。まあ、ですから、クラフトマン、グラインダーということですね。で、これを作ったですね、ロジャー・クリーブランドが、私の中では、史上最高のクラブデザイナーです。まあ、カーステン・ソールハイムとですね、ロジャー・クリーブランドが、まあ、双璧ですね。東西の横綱というのが、私の評価です。サンドウェッジとローブウェッジの組み合わせは、サンドウェッジがバンス多め、まあ、例えばボーケーだと F グラインドで、60度の方バンス少なめという組み合わせが多いんですけど、それをですね、この588、まあ、これ56度なんですけど、60度のやつはですね、ロフト4度なんですね。当時からですね、もうソールの形も、ウェッジのですね、このバンスの組み合わせも出来上がっていたと。ということでですね、まあ、この発売からこれ40年も経ってるんですけど、今もってですね、まあ、これが最高のサンドウェッジと
私はですね、これ現在これ使ってなくてピンのサンドエッジを使ってるんですけど、まあ、それなぜかっていうと復刻版がないからですね。で、2010年以降のあの溝 A 問題に対応した復刻版をクリーブランド出してないので、私は使ってない。これに一番近いのが冒険の SM シリーズなんですよ。ということでですね、まあ、588に近いので冒険の SM シリーズを使うべきと、これがですね、ゴルフタット的な理由です。はい、最後の理由がですね、まあ、プロダクトが優秀っていうことですね。まあ、あの単純に製品のものがいいです。でデザインもいいですし機能もいいですし、まあ、これはまあ588に近いですからね。で、しかもですね、まあ、ソールのバリエーションもあります。で、まあ、この全てがですね、まあ、世界最高レベルですね。まあ、特に SM10 はですね、焼き入れの仕方を変えてですね、まあ、耐久性、溝の耐久性も上げてですね、それでいてですね、値段が他のウェッジに比べて極端に高いかっていうとそうでもないので、まあ、結局コスパもいいと。ということで、まあ、全て良いので、まあ、皆さんがですね、冒険を選ぶべき理由としてはですね、まあ、選ばない理由がないというのがですね、冒険を使うべき理由です。はい、最後なんですけど、冒険さんに会いたいということで、冒険さんのフィッティングを受けるにはどうしたらいいですかということで、まあ、こんなことできるんかいなということなんですけど、答えはこちら。これがですね、なんとできます。冒険ツアーエクスペリエンスということで、タイツァリストはですね、この冒険さんに合わせてくれるという、こういう体験コースをですね、なんと開催しています。で価格はですね、2400ドルっていう、もう破格ですね。もうこれもうただみたいなもんですね。まあ詳細はこちらなんですけど、まあ興味とですね、お金と時間のある方はですね、このウェッジワークスですね、ウェッジワークスのカスタマーサポートこちらなので、連絡していただいてですね、まあ、運がいいと予約できるかもしれないですね。まあ、これはですね、まあ、冒険ファンにしたらですね、まあ、冒険さん自身がですね、まあ、かなりご高齢でですね、もはやですね、もう生きる伝説というものになりつつあるので、ここでですね、あのなんかお会いしてですね、クラブ調整していただいたりしたらですね、もうそれはですね、皆さんもゴルフの歴史の一部ですよ。もう家宝ですよ。ということでですね、こんなですね、タイタリストのイベントがあるということですね。もうお聞きいただいたようにですね、冒険がですね、世界ナンバーワンウェッジというのはですね、揺るぎない事実、まあ、アーロン・ディルが引き継いだことですし、この地位はですね、まあ、当分変わらないだろうなということですね。はい、本日の動画以上になります。次の動画でお会いしましょう。さよなら。